はい、こんばんは。はい、今回はね、ちょっとユッカの方が新規転生したので使っていこうかなと思います。ということでやっていきます。どうぞ。はいはい、フランユッカエレノア、そこの結成エレノアさ、最近増えてますよね。この MVP フランの対策だと思うんですけど、でもこれも入れ版で倒せますからね。とりあえず初手はユッカでいきましょうか。ヘリオか。確かに SS そんな速くないからヘリオで得点力上げるのは全然あり。はい、このスペシャルギミック無効以外に何か効果あったっけ。なんか SS ゲージ増加みたいな、蓄積みたいなのがついてれば打つメリットはあるんですが、どうなんでしょう。 SS、 はいはいはい、スマッシュ、あースマ銃つけとくっていうのも手ですか。おお、危ね。はい、 SSS まで溜まりました。おお、早い。モード打ってくんだ、早。はいはいはい、うわー懐かしい。ただ、見切りがやっぱ千里眼。千里眼じゃねえか？ん？千里眼だっけ？見切りは違う。見切りは別でね。一応タクティシャンについてるので、これができるのが強み。覚悟しなさいと。ここで打って、まあこれで適当に決めたりとかはできない。どうしよっかなー。スマッシュー。ほい。ほい。ダメか。ほい。いやー、ちょっとご利用し効かなかったなー。いけ！よし、オッケー。で、ここでユッカにパスですよ。はい、行きまーす。ほい。いやー、ほい。よしよしよし。強いなー。ユッカを完成させてないのがちょっとあれだけど、まあ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 。いやー、ちょっと今スライスだと思ったわ。直線か。はいはいはい。フラン、SS ですね。まあ、とりあえずこれ打っといて、危ない。はい、でかい。おー、よう取る。よう取るわ、今のは。うまい。危ない。いや、いてー。ほい。いけ。いけ。いやー。さすがに、さすがにバレバレかな。じゃあ、ゆっかでいきまーす。ちょっとギミック向こうを巻いて。え、あれ？あ、え、スペシャルカウンターなんか持ってたっけ？マジか。忘れてたわ。まあいいや、SS 打っといて、ほい。ほい。いやー、ちょっと待って。ほい。よし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 。で、入れ板置けたので、じゃあここでパスですかね。エレノは SS か？ほい。いけ。よし。入れ板最高。はいはいはい。月見、アイラ、ユッカ。ユッカ多いね。多いけども、アイラの解除ってどうなんだろう。なんか完成したら不要無効とかつきそうなもんだが、それまでは解除されちゃうのかな。はいはいはい。まあこういうのもスペシャルで対応できますと。はいはいはい。ロブ。はいはいはい。そろそろ SS かな。はいはいはい。スピン。これはスペシャルで対応。そろそろ相手 SS 打ってきますね。こっからユッカにパスって感じかな。まあ、月見初手で交代時ヘリオでパスってのもまあなくはないですね。自分はちょっと赤らけで初手でやってますけど、せっかくならやっぱユッカ使いたいんでね。まあ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 、見切りがあったら基本的にミスることはないかな。ほい、とりあえず SSS 打つと、確か 3段階一気に行くんだっけな。はい。はい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 。いやー、結構早い。ヘリオ入ってんのか、これ。ならば。おお、そっか。サーブも変わんのか、びっくりした。いやー、ちょっと見切りないと割とやりづらいかも。ただ、やっぱりユッカの弱点は足が遅いところかな。足が遅いから、わりかしきつそうではある。スライス。はいはいはい。SS とか打っちゃう？はいはいはい。で、まあ、どうしましょうか。SS が溜まり次第、まあ、おー。あー、でも溜まんの早いな。めっちゃ溜まるじゃん。すごいぐらい溜まるんだけど。すごいな。まあ、ここはどうせだったらじゃあユッカで行こうか。ほい。刹那、ん？ん？あれ？刹那ってもうちょっとなんかさ、早くなんなかったっけ？あれ？
こんなもんだっけ。おお早い。おーおー、あれなんか遅くなった。こんなもんだっけ刹那って。なんかもうちょっと早かった気がするんだけど。こんなもんか。なんか調整されたんですかね。じゃあいや、あっちの遅くなる方もじゃあ、若干調整された。あれってめちゃくちゃ泥試合になってたので、調整されたんだったら嬉しいっすね。ほい。スライス。なんか早すぎずって感じですね。あっちの遅い方も来てくんないかな。はいはいはい。スライス。でも互いに足が速いとこれ決まんなくない？ヘリオがあった方がこれ有利っぽいっすね。ユッカは、初手が月見で、ヘリオの方がいいのかな。はいはいはい。ミカサ、ユッカ、ゲオルグ。ミカサ。ミカサ。ミカサですか。まあ、ミカサは別に、普通に S&G だからいけるとは思うけども。ミカサ久々に見たな。ゲオルグも久々に見たな。すべてが久々すぎる。これもまあ後ろに下げたりとか、するときに使えると。まあでもなんか以前よりも SSS 溜まるまでの速度が上がった気がするから、かなり使いやすくはなってますね。まあ月見でこうやってこう繋いでもいいし、おお、めっちゃ回復する。すごいな。まあいいや、じゃあここでユッカ出します。ほい。SS 何回か打ってやってもいいんだけども、やっぱり SSS まで貯めたいよね。ほい。はい、怖いなぁ、ちょっと。怖いなぁ。ただやっぱ溜まりは早い。ここでそろそろですかね。ほい。で、SS? 違うんかーい。ほい。S&G で決めて、なんだろう、ミカサかな。ミカサですかね。ユッカか、相手もユッカ。なら、ショードで格の違いを見せてあげましょうか。ショード置いてる置いてないは結構違いますよ。はいはいはい。ここで SS が溜まりました。いきまーす。よし、OK。で、打って、で、ここでユッカにパスですよ。はいはいはい。ドーン。ダメか。と見せかけてのこっちとか、はい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 。いいですね。見切りついてないと割とうざいかもね、これ。はい、行きまーす。で、こっちでーす。えい。まあ、割とあり。はい、ということでこんな感じでした。まあ、やっぱりギアに関しては、ミラーのことを考えると、ヘリオとかそっちの方がいいのかなとは思いました。はい。あとは、まあ、セレナみたいなショードキャラと組み合わせると、かなり強いところが分かったので、まあ、ユウスケと組み合わせても面白いのかなとは思いましたね。まあ、あとは、月見。月見との相性も良くて、まあ、リーダースキルにね、ドリンク海外の取得時、SS ゲージ上昇があるので、まあ、かなり月見との相性もいいので、まあ、ここら辺の、まあ、セレナとか月見とか、ここら辺のキャラと組み合わせるとかなりいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、こんな感じでしょうか。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。